非常に拙ない英語のスピーチをですね皆さんが頑張れっていう顔で見てくださってて「こちらにシリーズで初めてオスカーというものを取ったお気持ちというのはいかがですかおめでとうございましたあの今笑った山崎監督にお伺いしたいんですけどもまさに世界の高水ぎに遂になられまして、あのー、その世界の高水位になられた壇上から見えたその風景世界のまあ ある意味、映画だけじゃなくてね、エンターテインメントのまあ本当に世界一決定戦みたいなところの壇上から見下ろした世界はどう見えたでしょうかめちゃめちゃ暖かかったですねあの。僕の非常に拙い英語のスピーチをですね、皆さんが頑張れっていう顔で見てくださってて、あのその空気ってもうビシバシ伝わってきてましたし、うん、あのなんか、す、う、ご、ん、く皆さんがあの暖かく 見守ってくれてるという空気がもう本当に心地よくて、まあ、同時にものすごい焦ってたんですけどあのでも、あのー、やっぱり最高峰の人たちが集まってる場所だけあってものすごく、あのー、素晴らしい場所だなっていうふうに感じましたスター・ウォーズ等々、まあ、見てでやっぱり,やっぱりそのどうしてもアメリカ人しかやっぱりスター・ウォーズの制作の監督の舞台には立てないんだと。でやっぱり活躍することによって自分も スターーウォーズ作らせてくれないかなっていう野心を語ってらっしゃった <laughs> ついにあの特別今回の、えー、と資格公開賞ですねあのまさにスター・ウォーズと並んだんですよねスタンリー・キューブリック監督以来の監督としてそのテクニックがあるからこそ監督で取れるっていう54年ぶりですか禁じて打ち立てられてそういう声がかかってもおかしくないぐらいの今回結果を出されたと思うんで <laughs> その辺りの可能性っていうのはご自身どうお考えでしょうか そんな誘導尋問には乗るもんか。<laughs> <laughs> <laughs> あのただえっと本当壇上でスピーチでも言わせてもらいましたけどあのやっぱりハリウッドというかアメリカに生まれた人にしか与えられなかったチャンスみたいなものがハリウッドはもうちょっとあのすごく広くあの受け入れてくれるようになってきたんだなっていうことはあの改めて感じましたあの外国映画賞とかそういうもう本当にあに最初から その海外から来たものではなくてあの資格効果賞ってやっぱりすごく聖域だったと思うんでその部分をあの解放してくれたってことは何かあの懐の深さとあとあそういうふうに外にもオープンにしてってくれてるんだなっていうあの感じを受けましたんであのいろんなチャンスがここから芽生えてくるといいなとは思ってますけれど、はい、でもそれこそ「あのゴジラ」というねこのタイトルで映画を作りたかったわけじゃないですか。そのゴジラに シリーズで初めてオスカーというものを取ったお気持ちというのはいかがですかという完全にゴジラのはいかがですか、ね、これはあのゴジラというキャラクターが本当にあの大スターだったということは改めて思い知らされましたしそのアメリカの人たちがいかにゴジラが好きかってこともすごく思い知らされましたし僕らが多分こうあ,のあの会場に入っていってもこいつら何なんだって感じなんですけど。 僕らみんなでゴジラ持って歩いてたんで、ゴジラって皆さん言ってくれるんですよ。だからあの本当に僕らはゴジラに連れ何度何度もこれは繰り返してますけど、ゴジラに連れ,れてもらったんだし、ゴジラというあのものが本当にあのワールドワイドなあのものになってってんだなってことは改めてもうちょっと想像以上にそれがすごかったですね。だからゴジラの VFX だったから。 あの場所に立てたというふうにあの改めてそれは思わないといけないなというふうに思っていますけど。